この後こんだけ美味しいもの食ってさ、うん、朝鮮トンネルだもんな。でもあれだね、イムレイが普通になんていうの、そう、多分ね、このあんこ、うん、あんこ系の料理作る人みんなきつくと思うんだけど、うん、スーパー行ったらイムレイしかマジでなんていうの、メーカーないの、あんこって。ほぼほぼないんですよ。そう、こうやって今言った1個ぐらい違うブランドがあるかなぐらいで、あと自社ブランドの、そういうなんかあったりするぐらいだけど、うん、で、だから当然イムレイは1位なんだなって思ってた。食べるまで。そう、俺も。うん。イムレイは勝てねえかなと思ったけど、これ違うわ。違うな、これ勝てるな。皆さんこれ、本当におすすめ、この、山、岡山商店さん。たい焼き屋さん。で、あんこだけくださいって言えばいいのか？電話をすれば本当はいいんですけど、電話番号は分かりません。俺が調べるんやな、これきっと。だろうな。ね、乗せてくれてもいいだろうと思うけどさ、本当にね、皆さん、たい焼き電話注文すれば、その10分前か15分前ぐらいに焼いといてくれるんですよ。おお。うん。すっげえ熱々で皮薄で皮パリでうまいんや。本当に、うん、久々に何十年ぶりになんか美味しいたい焼きって感じのたい焼きなんですよ、うん、今年は本当にこのぜんざいを食べて大きく羽ばたきたいね。大事なとこで噛むのもまた僕のいいとこだと思うけど。羽ばたくのにつまずいたけど。そう、羽ばたけんなんじゃん、もう。うん。で、あとね、朝鮮トンネル、落書きする人が多くなった。なんだろうね。何をこの子に及んでこんなところに落書きにしに来てるんだろうって思う。もうね、本当にね、本当、今の、若い子なのか、まあ、ああいうことをやるのは若い子だろうな。でしょうね。やっぱ、皆さん本当、最低限のルール、最低限やっちゃいかんっていうルールは覚えんとかんって。人が来ないから平気と思ってるのかな、平気とかさ、知らんけども、うん。だからそういうことやられるから、な、どっかの心霊スポット、火事になったとかさ。うん、心霊スポットの前の駐車場でドリフトしたりとか、マナーがないから。なんか今思い当たる節が一個あったけどな。どっかの池前でやらんかったかな、そんなこと。やったやつがおるんやって、うん、本当に、うるせえバカ。ドリフトっていう単語でうんって思ったもん、今ちょっと。本来だったら本当に皆さん本当に声が聞こえただの、手拍子するあんな音が聞こえたり、笑い声が聞こえたり、何でもないの音がしたり、木もないところに車の上からボトンってなんか落とされたり、そういう不思議な体験ばっかは結構あるんですよ。うん。一つだけ何がないかっていうのは、どこぞの映像でもそうやけど、影だけど人に見えるとかさ、ああ、はいはいはい、そういうごまかしをしたくないんですよ。うんうんうん、うん、本当にお化けを撮りたいっていうなら、僕は本当に月に2回同じ場所を絶対撮れるまでそこに降り続けるつもりでいたい。それならば撮れると思う。今の画像だでは本当に滞在時間1時間長くて1時間だよな、俺ら。そうですね、うん、基本的になんか一通りぐるっと見て回るっていう、その僕らって僕はどっちかっていうとサラリーマンなんですよ、うん。でむい君はどっちかっていうと飲食系だから休みが違うんですよ。ああ、リアルの仕事の話か。そう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 。本当に僕らはまあ基本土日休み、こっちはもう土日休みじゃなく土曜日休んでもらうんだけど、日曜日仕事やし、そうすると土曜日深夜越えすると帰ってくると1時2時になるともう差し障りが出るからって言って結構避けてるんですよ今、うん。だからなかなかいい画像は撮れないかもしれんけど、できる範囲まではやってるつもりでいるんですよ、霊感上げて。
これ以上霊感上げるともう本当に自分が気が変になりそうだから上げないだけで、うん、心霊スポットに霊に取り憑かれたわけでもなくあなたに発狂されるのは困るな。発狂してしまうんですよ、うん、まあアドレナリンが出るっていうぐらい自分ではもうはっきりと見えてくるもんで上げると自分のそうするとその人に声をかけたからただの一人どっかで一人ごと喋ってるおっさんみたいになっちゃうんですよ、うん、今でもねこうやって喋ってるとねあ誰かチラ見えはするのですか。 3,4 人だけど立ってんだよねこうやってこういうのを見えるから嫌なんですよ僕、うん、トンネルはあちらってそう僕の画面から行けば左側か画面から見れば右側なのか向こうから見ると僕から行くと左側なんですよ本当に、ね、3,4 人立っとるとそうですねこっちに来やいいのにねと思うけどねうん。前菜食べるかいあったけぞ前菜一個置いといたろうかなと思うけど、うん、ゴミ捨てると一緒になっちゃいますから置いていかないんですよ。うん。本当はねお線香とかお花を置いていくけどそれも火事になるといかんもんでやらないだけで僕ゴミもなるしどうなんですか実際そういうさ心霊スポット行きました、うん、お墓の心霊スポット行ったとしましょうじゃあ、うん、そこに花を添えるのは迷惑なのこれはやっちゃダメなの迷惑じゃないけどまあ要はビニールとかそういうのは取ってってほしいよな逆に言えば花は枯れてそのまま土になるじゃんいやお花屋さんでお花買ってなんか包んであるあれは取っちゃっていいのむしろ取って、うん、へえそうあれごとなんかポンと置いとくべきものなのかなって思ってたいやービニールゴミになるじゃんまあねうんまあねうんついて師匠は言うあ師匠は新聞紙とか新聞紙は OK なん紙とかオンだって俺花束くれた時コピー用紙だったもん紙が無駄になることをよくご理解でコピー用紙に彼岸花を4束ぐらいくれたもん彼岸花何の時に渡すの彼岸花彼岸花ってえ彼岸花の花言葉を考えんとかって知りません彼岸花は再会を喜ぶとかあ、うん、そういう言葉があるのよなんていうかさ多分それでくれたとあれ俺は思っとるあ、うん、あ真意は聞いてないのね聞いてない喋らねえもん基本喋らねえからそこ俺はそうやって持ってもらったあ、うん、すごいね何も言わずも都合のいい解釈を相手がしてくれるってそら楽だわプレゼント渡すのいや彼岸花って縁起悪いなと思ったけどそう俺も最初えその縁起悪い花を渡す時ってどのタイミングって思ったけど調べたら再会を喜ぶとかさ再会あうん、うん仲良しとかへえ、うん、そういう解釈で撮った俺の師匠は分かんないけどなまあでもわざわざ悪い意味で渡すものでもないと思うけどななてなわけでさ皆さん今年22年かうん2022年令和4年増えたなんさっき3年って言ってなかったえ、令和4年やろ今年そうなの去年3年やろあの動画の冒頭で3年って言ったのあなただからね俺3年って言った言った令和4年だよいや今年はなんとかね皆さん本当にうんこの星どう皆さんどうじいちゃん今んじゃあみんなちょっとねついでにまあ朝鮮トンネル来たでちょっと歩きますわ歩きましょうか、うん、食後の運動だなそうしようえ電だけでいいっすかねあ
ヘッドライトだけで。あのね、あの四角いね、でかいライトね、範囲広すぎてね、逆に扱いにくい。寒い、ここ寒い。あれ、トンネル入った瞬間めっちゃ寒かったけど、相変わらずクーラー効いてんな、ここ。釣りましたか？なんだ、みんな帰省してるのか。もう何もなし。いや、うん、なんかこんだけ乱暴だったの。まあね、がっつり書いたのが新しいから。2020年9月25日って日付まで書いてある、ご丁寧に。さあ、だらめやと思うんだよ。あれ借りて何か楽しいことあるのかな。ねえ、なんていうか、幼稚園児がさ、軽い落書きやらかしたっていうならまあまあまあって思うけどさ、いい年こいた男がこんなこと書くんだぞ。お前こんなもんね、なあ、小学校の時に、中学校の時にちょっとやんちゃしたやつがさ、教科書に落書きするようなもんやもんな。完全に落書き飛んでるんだよ。二股落書き飛んでるんだよ。絶対うんこ書いてあるよね。ほんと小学生。あられちゃんがおる、あられちゃんが。小学生なんだよ、もう。俺から言わせたら。そのせいかだよ。今だけ小学生も幼稚園も書かねえぞ、うんこマーク。なんていうか、書きやすいデザインしてるんでしょうな。落書きと言ったらこれでしょぐらいの。